さあ、フランスマニクールグランプリ。ジュニア選手、予選5番手から E1。今、ジュニア日本人だったの初めて。ブルーシグナル、レッドーン。いいぞ、いいぞ。さあ、出てくる。あーっと、いきなり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 、ロータス、あ、いや、ベネトン同士で、ベネトン同士でと、ベネトン同士で、シューマッハと、シューマッハとブランデル、これはね、決裂位置、ベネトン同士がアタックされましたね。あと、さあ、フランスの2がいきなり荒れた、荒れたねが、しかし、リタイはありません、リタイはありません。リタイはないです。さあ、いきなりのベネトンのクラッシュ、どっちですか、シューマッハですか、ブランデルですか、どっちかです。あぶない、おらーおらーって、おらー、シューマッハ、どっちだ、ブランデルだ、ブランデルだ、ブランドルに、ブランドルに当たってしまった。オラーという声が、ともに、ブランドルはすごい、ちょっとあれ、あとオラー開幕撃墜されなかったの珍しいと思いきやゲットップ。さあ、さあアルボレートだ。上にいたのはアルボレート。さあ、あら、アルボレート、やめろな、ウィンが壊れるじゃねえか。ウィンが壊れる、ああ、壊れた。嘘だろ、お前。うわー、ここで、ジュニア選手。ウィング壊れて、ウィングチェンジ。まあ、クイクリクイクリ、早く早く、まだまだ、まだ頼むね、まだ。さあ、オープニングラップは瀬長選手しました。オープニングラップは瀬長選手しました。さあ、ジュニア選手、なんということだ、なんということでしょう。いきなりのハプニングで再開、再開。まあ、ここからの再開のジュニア選手の追い上げみたい、27歳がいる。早くファックするんで、はい、ありがとうございます。57歳の男性の方、もう、ハプニングですね。あ、許さんぞ、ブランドル。はい、ありがとうございます。それから25歳の男性の方、僕は25歳です。はい、ありがとうございます。17歳の男子高校生、僕は男子高校生です。ジュニア選手の追い上げ見たい。はい、それから10歳の手術中の少年、今日は手術やめよう。はい、それから35歳の男性の方、僕は35歳。はい、ありがとうございます。それから8歳の小学生の方、僕はコロナで、小学生です。家で待機してます。ジュニア選手と優勝が見たい。はい、ありがとうございます。18歳の、女子高生の方、私はコロナで待機してますけども、ジュニア選手の優勝で、したい。はい、わざわざ、家にいるんだからジュニア選手の優勝が見たい。はい、いろんなね選手がね、選手じゃないや、いろんな人がファンの方がジュニア選手の優勝を見たいと思います。さあ、コロナ吹き飛ばせジュニア、コロナ吹き飛ばすのは、コロナ吹き飛ばすのはジュニアの走りしかない。さあ、ジュニア選手頑張れ。いや、コロナの、コロナがある世界からの応援ファクトがね届いております。さあ、ジュニア選手、さあ、おクリオバでクリオバでクリーン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 、さあクリーンと叫びながらジュニア選手抜いてきました。クリーンですね、非常にクリーンです。さあ、トッパーパトレー、おいおいやめろってこら、やめろってこらっていう、今のは何ですかね、スクーデリアのドライバーの声が聞こえました。さあ、やってないやってない、クリーンですね、クリーン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 、オーバーテイク。さあ、何台、ごぼう抜き、ごぼう抜き、ジュニア、ごぼう抜き、ジュニア、ごぼう抜き、ジュニア、ごぼう。さあ、3秒 16番手、4台抜いてきた、4台抜いて、さあ、クリーン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 、さあ、ジュニア、ごぼう、さあ、ごぼうよ、さあ、ジュニア、また抜いた、15番手、さあ、見えてくる、見えてくる。さあ、トップ争いは分かれてますね、綺麗に。ウィリアムとマクラーレン、ベネトンと分かれ、あら、寄ってくるな、ベンチュリー。ベンチュリーには先週ね、痛い目を見た、ベンチュリー。南アフリカグランプリの恨みがあるベンチュリー。さあ、今トップ集団、おっと、今通過するか、何が音ですか、ワイガちゃん、いや、なんかありました。何があったんですか、いや、何もないです。はい。OK。さあ、今、ブランドル勢が両方通過、シューマッハとブランドル。あまり差はありません。12番手、12番手。さあ、前はガショー、ガショー、ガショー。さあ、ガショー、ガショー。あ、サイン会は、ま、ありません。小サイン会ナイス。さあ、ジュニアカモン、カモン、ジュニアカモン。さあ、もうジュニアカモン、フランス語でジュニアカモンの大合唱。さあ、ガショー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 。正月やないけど、ガショー。さあ、あと、あと、あれじ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 さん、あれじさん、あれじ、オールケーブル、あれじ、国民よ、私、国民。はい、ありがとうございます。国民も、大好きと言ってました。好きなタレントは国民と言ってました、ジュニア選手。さあ、あれじを華麗にする。オッケー。さあ、先頭集団が今ね、通過してきましたか。さあ、マンちゃんたちが飛ばしている。ノノ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 。あ、ちょっと、
わあ、このアルボレート、アルボレートで行こい、アルボレート。さあ、ジョニー・ハバート、シューマハが落ちている、シューマハが7番手に落ちている。さあ、ミカ・ハッキネン、9番手、ジュニア9番手、9番手です。こっからさらに追い上げる、9番手追い上げる。さあ、ジュニア来い、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 来い。おら、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 行こい。なんですか、アルボレートの時、アルボレート、また、アルボレート、邪魔なんだよ、アルボレート。邪魔なんだよ、アルボレートという、これ、フットワークの、いや、フットワークじゃないですね。フェラーリのスタッフの声ですね。フェラーリのスタッフの、声が入ってました。ジュニアの声ではありません。ジュニアの声ではありません。さあ、さあジュニア選手、追い上げる追い上げる、まだ前、前。さあ、今、セナがピット、セナピット、何がありました、ワイドキャン、ピットです。いや、何があったんですか、いや、なんだ、タイヤ交換じゃないですか、タイヤ交換ですかね。さあ、ジュニア選手、セナのがピットで、タイムが縮まれ、縮まれ、さあ、今、セナ出てきました。セナのピット何秒ですか、計算した、あと今、さあ、タイヤ交換で、なるべく上がってきた、ハワード、ハワードの2秒差、ハワードの2秒差。さあ、各で、ウィリアムのピット入りました、いや、まだ入ってませんよ。ということは、ウィリアムのピットの間にまた差が縮まる可能性ですね、ありますね。さあ、ジュニア選手、追い上げ体勢に入ってきた、追い上げ体勢、前のブランドルとはもう2秒差、もうブランドル見えてる、ブランドル見えてる。さあ、すごい追い上げ、最下位からの大逆転、これはまたとしても道徳の教科書に載ってしまうのか、最下位から諦めずに大逆転ということで、道徳の教科書に載ってしまう、道徳の教科書にまたしても、さあ、パトレーでピット、パトレーでピット、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 さあ、ピット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 、さあ、来ました、ブランドルトライだ、ブランドルトライ、さあ、エタノルビット、エタノルビット、さあ、プゲ、プゲ、さあ、こういうこと、さあ、ハバトライ、ハバトビット、ハバスリップスピード、スリップスピード、スリップスリープから、オーケー、クリオバテイク、クリオバテイク、クリオバテイク、さあ、シュガークル、おい、シュガークル来た、さあ、クリオバテイクで、ほら、やろう、ほら、ほら、やろうって、さあ、ブランドルか、ブランドル、いや、ハバートの、ハバートのバトル、ハバートのバトル。さあ、収穫、収穫、収穫、オッケー、収穫のクリーンオーバーテイク、クリーンオーバーテイク、収穫から一瞬な、誰に抜かれたのかわからない、それだけの速さ。オッケー、収穫の、またしも収穫、さあ、収穫、おら、邪魔だおら、邪魔だおらっていうね、フェラーリの声ですね。さあ、来い、ラジーニャ選手。さらに、あ、さあ、ワンチャンピット、ワンチャンピット、さあ、ワンチャンピット、ワンチャンピット。パトレーズがその間にトップ。さあ、ベルガーの後ろ、ベルガーのお尻が見えた、ベルガーの後ろが見えた、ベルガーの後ろ見えた、ベルガーの後ろが見えた、ベルガーの後ろ見えた。さあ、周回遅れ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 、見えた、周回遅れ、ベルガー見えました、ベルガーの後ろが見えた。さあ、かわいいマクラーレンのお尻が見えた、それをジュニアが捉えるのか、捉えるのか。さあ、スクーデリアだ、前はスクーデリア、後ろのシューマハ13秒差。さあ、もう独走体制、独走体制、ジュニア独走体制。さあ、広げてる、危ない、やめろよ、ほらやめろよ、ほら、あー、JJ レイト、 JJ レイトの、悲痛な叫び声、 JJ レイトのやめろよ、ほらほら、ベルガ、ベルガ、ベルガ、ほら、ベルガ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 、いや、今のはね、JJ レイト、ベルガに言ったんですかね、ベルガにやめろよ、ほらといった直後にスピンしてしまいました。さあ、いや、パトレーズが、パトレーズが通過、セナ通過、マンチャン、さあ、残り90、残り90、まだいける、まだいける、マンチャンとの差はない、マンチャンとの差はない、マンチャンとの差はない。さあ、ポイントランキング、今現在トップはマンチャンですかね、マンチャンに追いつきたい、マンチャンは2が勝っておきたい、マンチャンときたい。さあ、もうジュニア選手はね、いや、全力じゃなくて ね、ウィングが痛めた時もね、ウィング、まずウィングよりね、もう、当たったドライバー大丈夫なのかでね、ドライバーの心配をしていました。さあ、それがジュニアです、それがジュニア、もっとファックス読みなさいよ、27歳より、はい、ありがとうございます、37歳の男性の方、ジュニア選手追い上げ楽しみです、はい、それから43歳の主婦の方、ジュニア選手優勝できる、はい、それが10歳の主婦の少年、やっぱり手術しよっと、はい、ありがとうございます。 F1 グランプリフレンチグランプリ、さあ、ノー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 、ここはね、コロナがない、コロナに打ち勝った世界、コロナに打ち勝て、マンチャンに勝つということはね、コロナに勝つということでね、さあ、ジュニア来い、ジュニア来い、ジュニアがこのグランプリ優勝したら、もうコロナはね、どっかに行くと言ってました。さあ、偉い先生がもうね、さあ、来い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 、もうコロナに勝つにはジュニアの優勝しかないと、ジュニアの優勝で世界が吹き飛ぶと言ってました。さあ、激励だ、さあ、ウィリアムがワンツーになっている、ウィリアムワンツー、ワンツー、セナが3位、セナが3位。あー、セナ、おらおら
セガオラーって言いましたね。今ね、誰でしょう、誰が言ったんですか。いや、今のね、周回遅れ、セガに向かってオラーって言いましたね。なんという周回遅れ、周回遅れですね。周回遅れの、車が今セガに向かってオラーって、危ねえ、危ねえ、オラーって言ってたから危ねえ、周回遅れが危ないという声、まあ、それを、それには全然目もくれずにジュニア選手が横から抜いていきました。周回遅れには目もくれずに横から抜いてた。さあ、ワンちゃんとのさ、もうコンマさ、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 さあ抜き方が危ない。ちょっとね、あまりはみ出してるけど、さすがのこのソフトサスペンションでもタイヤがね、傷んでしまいますから。さあ、ジュニア、ジュニア、オッケー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 、タイヤに優しいテクニック、タイヤに優しいテクニック。さあ、ワンちゃんとバットレーでウィリアムズでいる、いる、いる、いるんじゃないですか。さあ、どうでしょう、周回遅れ、山ほど出てくる、山ほど出てくる、周回遅れ、山ほど出てくる、周回遅れ。さあ、ジュニア選手、まだ見、マンちゃん見えるか、マンちゃん見えるか、そろそろ見えてくるな、そろそろ、そろそろ見えてくるか。さあ、直線、直線、直線、来た来た来た、マンちゃんの、マンちゃんの尻尾が見えた、マンちゃんの尻尾が見えた、マンちゃんの尻尾が今見えてさ、マンちゃんがジュニアのプレッシャーに負けて、ジュニアのプレッシャーに負けて今ね、コースアウト、コースアウトからジュニアさ、パトレードとは4秒差、パトレードとは4秒差、4秒差なら残り60いける、残り60いける、4秒差いける、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 いけるぞ、さあいけるぞって声、53歳の男性の方もいけると言ってました。60歳の、お年寄りの方、お年寄りって言って悪いですね、65歳の男性の方も、いけるって言いました。80歳の、女性の方もいける、さあいける、いける、やめろな、やめろな、やめろな、さあ右京さんに向かってやめろなってなるでしょうね。さあ、危ない危ない危ない、はいはいはい、 F1 グランプリフレンチ。さあ、先週からちょっとね、ベンチュリーに邪魔されてますね、ベンチュリーに。あ、パトレルピット、パトレルピット、余計ティケット、エターナルピ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 ット。さあ、エターナルピットの叫び声とともに、ジュニア選手、ついに最下位からの大逆転、最下位からの大逆転、これはもう道徳の、教科書選定委員会が道徳の教科書に載せるエピソードはこれだと言ってました。道徳の教科書に載せるエピソードしかないと言ってました。これは道徳の教科書に。さあ、アグリさんを華麗にパス、アグリパス、アグリパス、 OK、 さあ OK、 優勝決定。さあ、手術中の勝利も、手術準備します、はい、ありがとうございます。さあ、手術準備と言ってました。ノエダーナルピッツ。さあ、ジュニア選手、ついに独走を体制、なんと最下位から、最下位からの大逆転、最下位からの大逆転、 OK。 さあ、2位3位マクラーレン、ウィリアムズと華麗に綺麗に色分けされている。そしてシューマッハ、ベネトン・シューマッハが6位という、いつものメンバー、いつものメンバーですね、またしてもいつものメンバー。さあ、このフランスグランプリもポイントランキングを争っているいつものメンバーが、ポイントを分け合うのか、ポイントを分け合うのか。さあ、ジュニア選手、さあ、マンちゃんが2位に上がってきて、現在ポイントランキングがマンちゃん、パトレーゼより上に行ってきたい。さあ、同じチームメイト同士でも、そしてコンストラクター争い、コンストラクター争いでも、この状態だとこのウィリアムズがリードするのか、ウィリアムズがリード、あとあとプー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 はい、右京さんが今ね、担架で運ばれていきます。大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。いや、右京さんが今担架から降りて、ちょっとバスが悪そうにね、歩いてきました。大丈夫の模様です、はい、大丈夫の模様でした。右京さん、ファイナルコーナーでしたね、ピットに入ろうとしてぶつかったんでしょうか。さあ、何があったんでしょうか、右京さんには。まあ、右京さん、体は大丈夫だそうです。さあ、このレース、JJ レートに続く2人目のリタイアがありました。さあ、マンちゃんとは5秒差、もう6秒差ついてる。独走体制、ジュニア20位から最下位からの独走体制ということで、もうこれはいいハンデだったんでしょうかね。まあ、ジュニアさん、ジュニア選手というのはもう大得意のフランスグランプリ、大得意のフランスグランプリになったのか、フランスグランプリ、もうジュニアはフランスのために生まれたのか、ジュニアはフランスであるのか、フランスはジュニアのためにあるのか。さあ、マニクールグランプリ、マニクールグランプリで今名言が終わりました。フランスはジュニアのためにあるのかというね、名言が今私の言葉、口から発せられました。さあ、今また周回遅れが出てきた。さあ、周回遅れ、あれじゃ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 あれ、キャー国民、さあキャー国民という声、キャーオラーオラーという声は誰だったんでしょうか。今の国民の声ですかね、国民がオラーとか言うわけないと思うんですけども、
さあ、アレジと、おうからアレジ、なに、ほら、あれ、おっと、あれ、ほら、アレジ、アレジ、ちょっとアレジさん、走るから、アレジ、チームメイトの、ね、ジュニア選手、ちょっと今のはね、軽い挨拶みたいなもんですかね、おいおい、頑張れよと、独走じゃないか、頑張れよっていうね、アレジなりの励ましでしょうね、アレジなりの励まし、アレジなりの励ましが出ました。さあ、またしても周回遅れ、周回遅れ、まあまあ、ジュニア選手、独走ですから、もう周回遅れにはないっこ、周回遅れになれっと。さあ、ファイナルコーナーを抜け、あ、まさか、ここがファイナルコーナーでした。はい、ファイナルコーナーの池でラストファイナルラップ。さあ、ジュニア選手、なんと最下位からの関東の大逆転。さあ、フランスの方、涙が止まってませんね。いや、まさかあそこから優勝するなんて。さあ、全国民、全世界が泣いた。ジュニア選手の優勝に感動を呼んだ。もうこれはね、もうね、教科書に載せるべきですね。いや、感動も、小学生見ている、まあ、家で見ているこの中継を見ている小学生の方、いろんな方が、ジュニアの逆転優勝にこんな、ね、ことが奇跡が起こるのかと、まさにミラクルだと。最下位から諦めないこのジュニアの走り、最下位からの、走りにね、ジュニア選手、全世界に感動を与えました。ありがとうジュニア選手、感動の、フランスグランプリ、マニクールグランプリ。さあ、今ゴールの瞬間が近づいてきました。ゴールの瞬間が今まさに、訪れようとしている。やりましたジュニア選手、今堂々の優勝。あ、パトレーザー2位になった。やりました、パトレーザーが2位で、残りありがとうございます、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 ありがとうございます。ジュニアが教科書に載りました。はい、379個目さん、374個目さん、おはようございます。最高の結果出ましたね。334個目さん、おはようございます。やりました、やりました、やりました。20位からの大逆転。アレジいつも乗らない、わらわら、しくじり先生の、ね、アレジポイントがね、ウィン。アレジ仕事しろ。あー、ちょっと待って、ウィン、ウィンですね。お、完走率ちょうど80になりました。さあ、この結果を踏まえてのポイントランキング、アレジアのポイント40秒78でした。40秒78、18台完走、1台はジュニアだ。ノー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 。いや、さあ、ジュニア選手、おめでとう。うん、いい展開、観客が総立ちで声援を送っています。おっと、ジュニア選手逆転です。マンちゃんを抜いて1ポイント差、トップになりました。あ、写真はマクラーレンでしたけどね、はい、優勝はジュニアでした。やりました、5回も総立ちです。まだしかし、シューマッハ、パトレーゼあたり、いや、まあ、ベルガーまではチャンスありますね。まだね、2点差です。でもですね、さあ、ポイントランキングはウィリアムズが引き離しましたね。ウィリアムズが2台ともマクラーレンを上回りました。ポイントランキング、コンストラクターズも、さあ、次のレース、ラックスジュニアさん、見事なレース展開でしたよ。これでドライバーズポイントに10点プラスされましたね。次回も頑張ってください。ベネトンの、お、ベネトンから来たじゃん、ベネトン来たじゃん、ベネトン行っちゃおうか。気になるオファー、今日も斜めですね。ベネトンちょっとね、いいね、これいいね、ベネトン行っちゃう。ベネトンってオッペア行ってないね、あんまりね。ベネトン行こう、ベネトン、ベネトン、ベネトンだな、もうここは行こう。来年はベネトンにします。はい、ベネトン。開幕直後の事故で不仲になったのかな。もうトップ2からのオファーなさそうですかね。トップ2はね、うまく来るとね、言いますけども。ベネトンやった、ベネトンに行こうかな。今何年目だっけ、5年目、6年目、ベネトン、7年目、ウィリアムズ、8年目、マクラーレンみたいな感じですかね。まあ、これで行こうかな。ね、シュートバチバチの関係になりそう。そうした方がいいか、予定で、あ、まあ、最後ウィリアムズがいいかな。ウィリアムズが一番早いからね。8年目ウィリアムズかな、7年目マクラーレン、6年目ベネトンで、これでもうトップのね、トップ4すべて回ることになる。心が伴わないとトップ2からは青写真、わらわら。どうしよう、青写真を描きましたね。はい、はい、わかりました、すぐに契約してまいります。これでトップチームのシートがまた手に入りましたね。おめでとうございます。